これはデモ音声です。写真拡大。プロ野球23日の予告先発が22日発表された。株式会社 AI が提供するデモ音声です。22日の試合が天候不良のため中止になったヤクルトは石川雅規が先発。株式会社 AI によるデモ音声です。対する巨人は菅野智之が先発する。株式会社 AI によるデモ音声です。マジック対象チームの阪神は秋山拓実、広島は森下正人が登板。株式会社 AI によるデモ音声です。セリーグもう1カードの DeNA は東克樹、対する中日は清水達也の先発と発表された。これはデモ音声です。パリーグは優勝マジック5が点灯しているロッテが佐々木朗希が、日本ハムは河野隆成が先発する。株式会社 AI が提供するデモ音声です。楽天は滝中亮太、ソフトバンクは東浜直が先発する。